はい、どうもカッパ園長です。じゃあこの動画ではね、偽装難民のお話の続きいきましょうかね。またとんでもねえクルド人が見つかったんですわ。これサムネイル、これなんだかわかりますかね。いや、金持ってんですよね、あいつらはね。金持ってるやつに呼ばれてきてるというか、だってそもそも普通にトルコのパスポート持ってるんですからね。難民でもなんでもねえわけですよ。でね、これお相手は日本人女性なのかな、日本に来てから知り合った日本人女性なのか。要はこれベトナムに、ね、結婚式のアルバムの写真を撮りに行ったっていう、ベトナム旅行をしてきたっていう、そういう時のその様子らしいんですよ。舐めてんのかこいつ。随分優雅な難民だよね。確実に難民でも何でもないよね。え、だって難民がなんで結婚式のね、写真ね、撮るためにベトナムに旅行なんか行けるんだよ。パスポート持って出入国、渡航が自由にできる難民なんて聞いたことねえぞ。だから結局ビザが切れたからね、難民主張してね、不法滞在、あとはまあ犯罪歴ね、まあ犯罪を犯してさ、なんか盗んだりとかね、この暴力振るったりとかっていうね、逮捕されて強制送還されてとか、なんかいろいろとこのね、ごまかすためにね、難民申請繰り返すわけですよね。もう多分大丈夫だと思うんですけど、もうこれ、こういう類はもう難民じゃないですよ。犯罪者ですからね。そもそもが犯罪者ですからね。で、そんな輩がね、例えばこの埼玉県川口なんかに山ほどいるわけですよ。まあ一応、いたっていう過去形、まだ、いや、まだ早いな。いるわけですよ。現在進行形でね。政府にね、迫害されているっていう設定だったよな、あいつらが言うのは。の、国家が発行したパスポート普通に持っててよ。ね、日本とベトナムに出入国できる。そんなもん難民でもなんでもないよね。え、だって結婚の手続きって、じゃあそもそも何？自国の大使館かなんかでやったんですか？ね、だってこの通りの設定通りのことをさ、続けて順番にやっていくとしたら、ね、パスポートの手続きもあるよね。結婚に必要な書類を、ね、大使館に出向いて、ね、本国政府から発行してもらったりとかするわけですよね。政府から迫害されてる？ね、帰国すると逮捕されるって言ってたよな。いや、命も危ういって身の危険も主張していた。全然矛盾してるよね。言ってることでやってること全然違えよな。だから言ってるじゃないですか、どいつもこいつも嘘つきだって。かわいそうでも気の毒でも何でもねえんだよ。だからこれを支援支持してるやからもね、まるっとまとめて日本の敵だって言ったのはもう分かりますよね。もう全員嘘つきで日本食いに来てるやから日本の敵なだけですから。だからこういうのに騙されたらダメですよ。でこいつらは当然反日売国税ねがね、日本だからもうこのもう全部一緒なんですよ。政治や連中もこの民間人も反日売国税はとにかく何かを装って日本食いに来てる輩なんですよ。だその持ってる武器というか吐いてるセリフとか立ち上げた団体のなんかこのなんていうのテーマじゃねえな、切り口っていうのかなね、LGBT もそうだし、ね、コラボもそうだったし、赤い羽共同募金もそうだったし、ね、この難民、ね、外国人支援とか難民支援とか、なんか、この、もう全部そう、全部この反日売国税が、ね、何かを装った反日日本破壊活動団体を立ち上げて、ね、公金がめに行く。で、日本社会をこの混乱させて、分断させて、切り取りやすくするために仕掛けてきてるんですからね。だって全部つながるじゃないですか。ね、政党を装った、ね、反日活動家が、ね、バッチつけて、ね、国会議員で、ね、日本のために仕事してるふりしながら、あいつは何やってんでしたっけ。ね、私腹肥やしながら、ね、反日活動資金捻出して、ね、本国に送金してんだろ、あいつらも。だから全部正体一緒なんですよね。で、全部つながってるんで。ね、これはあの坪自民も、ね、創価公明も全部一緒ですよ。全部何かを装った反日活動家なんで、で、そういう団体なんで、で、こいつらもそう。ね。あ、でも別に利用されてて気の毒なんて思ってないんで。難民じゃないです、こいつらは。難民じゃないですよ。不法滞在者。ね、もう即強制送還が普通だったのに。
でそれをやらなかったんで今おかしなことになってるんで。ね、だからもうどんだけ日本社会が狂ってるかっていうことですよね。うん、でさらにこの狂ってる狂った話がね、もう次から次へと出てきて、これもまたね頭おかしいんですけどもね。まあこれ反日売国税がね、これもなんか活動家ですよね。保険証とマイナンバーね、このブー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 やってるじゃないですか。うん、保険証が廃止されて、あ、これもうクルドの話と違う話ですよ。保険証が廃止されてマイナンバーになれば、保険未加入の外国人が平等に医療を受けられなくなるじゃないかって言ってるアホがいるんですよ。何言ってんだ。言ってる意味分かりました？保険証が廃止されてマイナンバーに統一されたら、保険に未加入の外国人が平等に医療を受けられなくなるから反対するって主張してる人がいるんですよ。バカだな、ほんと。大体未加入で何平等に医療を受けさせろっておかしいだろ。だからもう保険証の、ね、使い回しとかさ、いや不正使用ほら600万件でね、この始末に1000億っていう話したじゃないですかね。あれがもうまさにその通りですよ。だから困るんですよこいつらは、マイナンバーになんかやられちゃうと。すげえよな、堂々とデタラメこき倒してるぜ。で面白いのがこの人これツイートしてるんですけど、あ、最近このツイッター利用してる人って気づきましたかね。ファクトチェッカーが実装されたんですよね。だから変なこと書き込むとね、訂正が自動で入るんですね、これね、追加情報っていう形で。これ結構優秀っぽいですよ。だからあのパヨった連中がファビョってましたもんね。でこのなんだっけな、諸越ゆりさんっていう女性の方なのかな、ファクトチェッカーがファクトチェック受けてファビョってるっていう、バカだな本当。先日、あ、これあのこの人がツイートした部分ね。先日外国籍の男性かっこ性自認は女性、もうなんかもうなんだテンパってんなが、私は健康保険に加入してないので、保険証が廃止されてマイナンバーになったら平等に医療を受けられなくなる、マイナンバーは顔写真もついてるしとひどく戸惑っていたと何回嘘ついてんだよまとめて平等に医療にアクセスする権利を阻害するマイナンバーは即刻廃止すべしって言ってるんですよ。でここにツイッターでがオートでね訂正入れるんですよ。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。このツイートには、健康保険証の不正使用と思われる記述が含まれています本人名義以外の保険証の不正使用は刑法の詐欺罪に当たります。ツイッター優秀だね、さすがイーロンさん。不正使用は年間600万件、金額で1000億円と推定されています。外国籍の方も3ヶ月を超えて日本に滞在する場合は国民健康保険に加入する必要があります。素晴らしい。いや素晴らしいじゃないですか、最高ですね。いやこんな面白い現象ってなかなか見たことないな言ってる意味分かりましたよねこれね。うん、大体加入もしてねえのによ、ね、健康保険証云々ってほざいてるのはどういうことだ。もうなんか偽の保険証とか他人の保険証をこの使おうとしてて使えなくなるのは困るって言ってるんだよな、ね、すげえな。だってもう矛盾だらけだったじゃん。保険未加入なら保険証廃止有無に関係なくね、10割負担なだけだろ。でそれが困るって言ってるんですよね。だからどんだけ日本が食い物にされてるかってことですよ。でそれをちょっとずつちょっとずつね、そういうのこの、ね、うん、不正が詐欺ができなくさね、しようとしていく動きにね、あのあがいてるんですよ反日売国税が。そういうことですよねこれね。うん、でそこにツイッターの援軍が駆けつけたって、そういうことかな。ね、保険無加入なのに、ね、保険適用させろって騒いでる。どんだけ、どんなバカ。意味わかんねえな。そんなやつくわ、ね、あの保険て、ね、使わせるために俺ら納税してんじゃねえんだよ。うん、帰国すればいいだけだろ。うん、じゃあこいつとっ捕まえて、ね、問い詰めろよ。じゃあ今までどうやって医療サービス受けてきたんだよ。まずそっからだよな。うん、普通に犯罪だ、犯罪。え、保険料払ってねえやつがなんで使おうとしてんだよ。うん、でそれを使わせようと、
ね、使えなくするのは差別だって騒いでるバカもまとめて捕まえて、とっ捕まえてぶち込んどけ。うん、いやー相当食われてたね、こんなね、うん、これはもう相当おかしな状況だったっていうことの一つの証拠ですよ。うん、ね、他人の保険証を使えなくするマイナンバーは反対するって言ってんだよ。頭おかしいなこいつら、どいつもこいつも。ということで、こういう輩はねまだまだ山ほどいるはずなんで、もう片っ端からとっ捕まえて始末してもらいたいね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。